もっと聞いてね MBS。 それでは今朝早速ご紹介いたしますが、さくちゃん。はい。さくちゃん。はい。さくちゃん間違いないね。はい。え、さくですって言って。あ、さくですよ、私はさくですって言って。私はさくです。あ、間違いない、この声だ。まだおで若い声じゃないですか。はい。いや、はじゃなくて、まだおばあちゃんになって何年ぐらいですかね。おそらく10年か15年ぐらいですか。今92歳。このお声でよ。もう今日は嬉しいな。これ5月最後の日曜日でしてね。はい。さくちゃん。はい。あの すいませんけど、エイジって呼んで。エイジさん。3はいらないの。3はいらないの。あ、エイジ。あ、何さく。恋人同士やね。だそうですよ、さく。はい。すいませんけど、ちょっとこれつかぬこと聞きますが。はい。あの連れ合いはいませんね、もう。はい。いないですね。もう三十何年前です。いらんこと聞いちゃった。おじいちゃまは。おじいちゃんそんな前にもあるんですか。はい、昭和54年。今昭和54年って言うたら、昭和からずっと勘定すると、今昭和から勘定すると平成でも29年やからね。もうそれからずっと一人です。いや、ずっと一人ですって、それはね、神様の決めたことやから、はい、おじいちゃんは、おじいちゃんなんちゅう名前だったっけ。え、忘れてた。ちょっと、ちょっと、あ、もういいや、もう思い出したらいかんよ。はい、もうええ、もう、エイジがおじいちゃんになるから。はい。ね。はい。いいですね。はい。だから、もうこれで、あの、サクに言うとくけども、はい。あの、今の彼は誰ですか。あ、坂東さんです。そうです、あの坂東さんはいらんから、はい、エイジって呼んで。エイジさん。はい。だけどね、この日曜日の朝早くからなんか言うのも困るけど、これサクね、はい、エイジも頑張るけど、はい、今日また朝早いけども、はい、今夜一生懸命ね、はい、お薬飲んで頑張ったって。ちょっと作業的にちょっと難しいよな。見てみる、さくちゃん分かってくれてんね。何するか分かるよね。はい。ね。分かりますよ、まだ。まだ分かるね。はい。そうすると、この頃は、まあ、なんだかんだって7時ぐらいまでちょっと明るいんで、はい。まあ、8時ぐらいにお食事も全部終わって、はい。ね。いや、私はね、ああ、5時ごろに食事するんです。夕方の8時に寝てます。待って、 そうすると8時も寝るんです。寝るんだね。はい。それですいませんけど、サクの部屋は、はい、今あの誰かと一緒に住んでるの。トイプードル、ちっちゃい犬と。トイプードルと、はい、一緒に住んでんの。はい。え、サク。はい。へー、おじいちゃんの名前何やったっけ。トイプードルさん。え、おじいちゃんも何ちゅう名前やったっけ。エイジさん。エイジさんやな。はい、はい、すごいね。だから、え、プードルの名前は、トイプードルの名前は、 あのユイと言います。ユイ。あ、女の子やね。はい。ユイちゃんね。はい。ユイ、あのエイジが行ってもワンギャンギャンっては泣かへんわな。泣かないです、喜びます。あ、喜ぶのか。そしたら、はい、ちょっと、え、あのこんな言ったら、ご飯はどんなものを。ドッグフードね。あ、ドッグフードでいいの。はい。じゃあ僕今日買って、はい、ね、ドッグフードって僕買ったことないから、いろいろとあるの。野菜系だとかお肉系だとか。あれはね、うん、あのブロッコリーだけ食べます。ブロッコリー。はい。あとは何も食べません。ゆい。はい。これ簡単やな。はい、あのドッグフードとブロッコリーがあればね。ブロッコリーがあればいいんだ。はい。ちゃんとお野菜もあげてるんだ。はい、ちゃんと毎日一房食べます。そしたら僕ね、ちょっと仕事休んどってお金がちょっとないんだけども、それぐらいは買っていけるから。はい。ね、だからユイのためになったら大丈夫やから。はい。それじゃあユイが、あのこういっちゃなんですけども、サクとのエイジとの間にできたね、子供にしよう。いや、へーって。え、はいはい、わかりました。そしたら今夜行くから、はい、ね、今夜行ったらとりあえずお風呂に2人で入ろう。もしもし。そんなもん何十年前に忘れました。忘れた。忘れていいんです、忘れていいんです。我々はし
ね、今夜あの初めての日を迎えるわけやから。あ、そうしよう。え、そしたら、え、おじいちゃんとはどこ行ったの、初めて、一番初め結婚した時、どこへ。どのおじいちゃんと。あ、前のもう亡くなったおじいちゃんと。一番最初。最初どこの。だって二人結婚式したじゃない。はい。そしたらどっかのお家でしたんですか。いや、あのね、うん、私子供が一人いててね、うん、でその子が結婚、25歳まで一人でお聞きしたんですよ。はあ、はあ、一人で。その子が結婚するときに一緒に結婚したんです、おじいちゃんと。はい。はあ、珍しいね。珍しいな。はい。そうやった。それではおじいちゃんもちゃんと一生懸命、え、ね、おばあちゃんのお子さんを育てる、オッケーオッケーって言ってくださったんだ。はい。はあ。いや、子供はもう25歳やから結婚して別々に暮らしました。おー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 、うん、その前にできたんだもんね。ちょっと 前に結婚したね、戦争過ぎに、ね、はい。そしてね、おじいちゃまと一緒になって、はい、だから僕で3人目になるんやな。そうですね。ね、そういうこっちゃ。はい。そうやろ。はいはい。嬉しいね。嬉しいね。あの、うちまだね、初めて結婚したのがまだ元気でおるけども、何にも言いませんから、文句を。おらんのをね、ものすごい喜んでるね。なんでやねん。ほんで、孫が行ったら、あら、来たのっつってね、はい、孫が好きなのよ。ほんで、この頃と、ね、あの、僕、子供は全部、女なんですよ、孫も全部も、女の子なもんですから。うちは男の子。あ、そう。あの、ひ孫が。あ、ひ孫も男の子。ひ孫2人ね、男。うわー、いいじゃない。もう高校行ってるんですよ。ひ孫が高校生。へえ、かわいいな。ほいじゃ、トイプードルとひ孫が一番かわいいな。いや、かわいいな、一緒と暮らしてないから。あ、そうか。じゃあトイプードルだけや。かわいい、かわいい、ね、絵を離れません。え、恋人よりも好き。好き。うん、犬の方がいい。いいの。ああ、ゆいの方がいいの。そうです。へえ、そしたらゆいとあのエイジと仲良くなれそうかな。なれそうですよ、うちの子は。なれそう。賢いから。ああ、そうかそうか、はい、賢いからね。ちゃんとね、うん、お電話して、あの、私が電話してたらそばへ来て聞いてるんです。今も聞いてる。はい。え、ゆいが。はい。じゃあちょっとゆいと変わって。え、出てきた、怖いな。出てきたゆいがな。バン。あの、ワンとは言わず、バンって。バン。何も言いませんわ。何も言いません。ちょっと嘘でもちょっと受話器を当てて。いや、時々ね、ああ、電話よそからかかってきた、聞かしてますけどね。じっと聞いてますだけ。ちょっと聞く、ちょっとあのほんのね10秒だけちょっと私ちょっと耳口のとこ当てて。いや、分かれへんです。ゆいゆいゆい言うたらもうちゃんと耳ピーピーと動かしてる。動かしてんの。ゆいに言っとくけどな、お前サクは坂東さんの女やからな。ゆい、分かったな。分かったよね。絶対分かったでしょ。お前が言うな、そのために。はだ、そうなんだ。そしたらちょっと待ってね、今寝るのもね早いじゃないですか。晩ご飯が5時ぐらいでしょ。え、あ、夜のご飯は5時なんでしょ。はい。そしたらまあ今日は今まだ朝早いですけども、朝は4時20分ぐらいに散歩してます。うわ、そしたらもう4時だったら明るいね。ちょっともう明るいですよ、うん。だから今2時間誰も歩いてはれへん、うん、2時間経ったこれ、怖いです。誰も歩いてないよね。はい。へえ。犬と2人。2人ね、ゆいと。はい。そしたら今度からあのエイジも4時に起きないかんのか。ええってなんで。いや、鎖つけても、もう4時には私が寝ないで。エイジも鎖つけて、エイジも鎖つけてゆいと、ほいでこれをそんな重い人はようある、あの、重たい、鎖つけられません。待ってくださいよ。私もいろいろ言われたけども、鎖つけてね、ずっと、ね、街歩かれたら、江戸時代に、え、なんか足にようある、なんか、え、鉄球みたいなのつけられてずっと歩いとったやつがおるやん。そんな悪いことしてないからね。大丈夫ですから。はい。ああ、しかし、サクさん、これ、なんだかんだっつったって、そんなんだったら、ね、今朝ね、朝散歩もなさるじゃないですか、うん、はい、ゆいと。
そしてお昼間なんか何をテレビ見たりラジオ聞いたり？あんまりテレビ見る間ないんです、忙しいって。忙しい、ちょっと待って、あの縫い物したりね、 あのミシンかけたり、ちょっと袋直ししたり、ミシン、ミシンも、うん、服、自分の服縫ったりね、うん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 、そうせんとボケたあかんから頑張ってます。ちょっと待ってね、そしたらね、はい、あのちょっと僕ね、自分で今針を通すったら、あの針を通せるようになってるんですよ、なんか道具があって、ちっちゃいですけど、道具、あんなんいらない、私まだメガネがいらないんです。すごいです。ちょっともう一回聞くけど、いくつ？90、最初14年。ちょっとあの1から言って、1の次何？2やで、1、2、え、1、数字、数字いくよ、1、2、3。あ、待ってよ、バンザさんが1言うたら次は何？2、3、4、5、6。しっかりしてんな。何通せんのよ、メガネなしよ。こんなおかしいやろ、こんな。え？元気ですよ。元気ですよったってね、うん、こう言っちゃなんだけど、本当に僕ね、すごいと思うのは、うん、今あの介護の問題だとか、はい、それも老老介護っていうのがね、はい、おじいちゃんをまたおばあちゃんが一生懸命お世話せないかんとか、はあ、それをまた支えるのが子供であったり孫だったりという大きな国の問題になってるじゃないですか、はい、ね、はい、それでアホなバッチつけてるやつが自分わからんくせにいらんことばっかり言うてね、はい、え、それで奥さんがどっかの幼稚園行ったりとか、はい、そんなとこを考えたら、市川房枝さんって昔いたじゃないですか、はいはい、覚えてますか、あの、はい、議員さんになられてもんぺ履いてた、はい、ねえ、おばあちゃん選挙に出ませんか？サクさんと二人で、僕と二人で出よう、私頭が悪いからね。何を言ってんの、私をご覧なさいと、みんなでね、はい、もうちょっとえわーわー言われて若い者の世話にはまだなりません。私はまだならないです、10年。まだ10年、はい、100まで行きたいの。あ、100まで行きたいの、はい、そしたらもうそんなもんけんけんで行けるじゃないですか、はい、ねえ、何にも頑張る必要ない、もうあのとりあえず優位さえおりゃいいんだもん。そうですね、それで今度はエイジがおるからね。そうですか。嬉しいですね。あのすいませんけど、そこのお家は誰の名義になってるんですか？私の名義。え、名義ってマンション、マンション、部屋、あのね、2DK ぐらいあるの？どれぐらい？ 1DK でも一部屋しか使ってない。一部屋みんな荷物入れ、荷物があるの？うわー、すごいな、ええな。あのこれ詐欺行為になるな。一生懸命働いたからね。これで今度叩かれたら俺はもう絶対芸能界追放やな。はいはい。だけどゆいさんが来い、サクおばあちゃん、あ、さ、佐藤おばあちゃん、ゆいのワンちゃん、ゆいのワンちゃん、我々と二人の子供やから。誰にも言われてませんよ。ああ、そう、うん。失礼しました。だけど、そしたらちゃんと朝ごはんはあれやな、佐久さんが作ってくれるんやな。私自分で作って食べてます。そしたらね、これ住所は言えないけども、はい、佐久さんの場所はだいたい分かりましたから。はい。ね、あの僕はあの大阪に来た時に一人でおるから。はいはい、それで僕もちょっとちっちゃい部屋ですけどあるから、はい、それでベッドだけはね、昔からそうですけど、あのダブルベッドを2つ合わせたぐらいの大きい部屋中全部ベッドになってるんです、だからゆいが来て、そしてね、走り回ったって大丈夫やから。それでね、あの僕のあのマンションって部屋の近くにちゃんと、はい、あの魚屋さんもあるし。おばあちゃんお魚好き？私魚好かん。すかん。そしたら果物は？え？おばあちゃん果物好き？果物とお肉は好き。よっしゃ。そしたらちゃんとね、それ今日あのちゃんとお送りするから。はい。そうしたらゆいとね、そしたら坂東という姓になってくれますか？はい。ありがとうございます。置くのをやめて。いや、そしたら年金が減るの。
さすがです。さすがやわ。そうやな、悪いけど、これそのためにね、ちょっと動かんとじっとしてますの。ちゃんと関岡さん、すいませんけど、はい、あの毎週放送からギャラ5000万ぐらい送ってくれへんか今日。そうです ね, ね、こんだけ大勢の方が聞いてよ、こんな90歳超えて、はい、ちゃんと脳もしっかりしてるし、まだボケてませんか。え、僕ですか。いや、私ボケてない、ボケてない。よかったわ。今聞かれてもだね、だからサクさんがまだボケてませんかっていうのは俺に言うたんかと思った。だから私はしっかりしてるから、いやいや、あんたがボケとったら世話せないか。自分のこと言ったんです。いや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 、そんなことないですわ。私ボケないように頑張ろうと思ってます。本当に頑張ってくださいね。本当にあのこのままね、元気で元気で。はい、ありがとうございます。それが何よりのことですから、ゆいによろしくね。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、子作りに励みましょうね。はい。はい。お元気で今日は。ありがとうございました。どうもありがとうございました。